ヘリックス3レディースピランセス、オシリス役の平野亮です。第3弾が決定いたしました。ありがとうございます。私は前回から2から出演させていただいておりますけれども、このオシリスという役はですね、2つの能力を持っていて、ものすごい無敵キャラなので、どう展開していくのか私自身も非常に楽しみでございますけれども、精一杯今回は主演の玉木雄貴さん演じるゼロと、タッグを組んで、どうなるのかということですけど、玉ちゃんとはもう長いので、がっつりお芝居、前回もちょっとだけだったんですけど、がっつりお芝居で絡めることをすごい楽しみにしております。狂気乱舞オシリスのね、恐怖に触れて、ゾクゾクしていただければと思います。立ち回りもオシリスはたくさんあると思いますので、しっかりと体と気を引き締めて臨みたいと思います。6月3日から、12日まで池袋サンシャイン劇場にて、いい劇場でございます。ありがとうございます、サンシャインさん。そして6月18、19日は大阪ベルパルティホール、ありがとうございます。いいとこなんですよ。10年以上前ね、僕楽屋のね、にあるトイレ、水洗トイレを壊してしまったというね、感慨深い劇場でございます。6月3日から19日まで全力で頑張りますので、応援よろしくお願いします。劇場でお待ちしております。